それはうつつか狭間の夢か、さながら母に手を引かれるかのごとく、一人また一人と行方をくらます幼子ら、子をさらいし者、果たして天狗か山神か、やまぬ返事に民の恐れは増すばかり。噂は江戸をめぐり、やがて伊織らの耳にも届く。またかい？吉田屋さんとこの子が消えたばっかだってのに。そうなのよ。それにカムロの子も一人いなくなったって。聞いたか、ヨリ。ああ、子が消えたと言っていたな。朝起きたら布団が空になってたって。夜のうちに抜け出したか、さらわれたか。幼子ばっかりどこにも行けやしないだろう。それにここは吉原だぞ。そうだね、サラ王にも二だって改められる。子供が出られるはずもないか。奉行所も動いてくれてるみてえだし、見つかるといいがな。本当にね。けどこれは神隠しだっていう人もいてさ。神隠しか。うちの子もいなくなったらと思うと気が気じゃないよ、まったく。ふむ、神隠し。珍しくはあるが、なくもない話だ。気になるか？ああ、大いにな。私の見てきた限りだが、当世の江戸の地には子をかどわかす神などおらん。神の所業ではないか。つまりは人の仕業、あるいは大方何らかの化粧の仕業であろう。私はそう睨んでいるぞ。人知れずわらべばかりをさらう怪異。それだ、心当たりはないか？さすがにないな。儀が始まるまで本物の怪異なぞ江戸で目にすることはなかったからな。もう、いおりめ、期待させおって。ここは太夫に話を聞いてみるか。彼女ならばすでに何かを知っているかもしれん。うん、それがよい。吉原に魔力の痕跡があろうものなら武蔵が気づいているだろうしな。では三浦屋へ向かうぞ。神隠し、そんなことになってたなんてね。どうだ高尾、何か心当たりはないか？カムロがいなくなった話は知ってたよ。ご近所さんのことだし。おお、そうか。けどどこぞの遊女が消えた、どこぞのカムロが見えなくなったなんて、この吉原じゃよく聞く話なんだ。悲しいことにさ。苦界を抜け出そうとして行き倒れて、誰にも見つからぬまま風になっちまう。そういうことが何度もあった。こたびもその類だと？そう思ってたよ。今あんたたちの話を聞くまではね。どうにも雲行きが怪しいさね。そこらの子まで一人二人神隠しだなんて。かどわかされたってんなら話は別だ。どうあってもカムロもその子らも助けてやんなきゃ。おお、やる気だな高尾。そりゃあまあね。吉原は
そもそもわらべの少ない町なのさ。子を望む者が少ない町と言い換えてもいい。生まれてくる前に死んじまう子がほとんどで、カムロってのはよそから売られてくるもんだ。だからこそ吉原で生まれた子供ってのは珍しくてね。うん、ハマ。おっと、話がそれちまった。どうあれ、角明かしは放っちゃおけないって話さ。俺たちは怪異の仕業と見ているが、太夫はどうだ。今の江戸じゃありえない話じゃないね。義の影響でもののけどもがわんさかだ。そうだろうそうだろう。うむ、武蔵は何も言っていなかったか。何かがうごめいていれば気づきそうなものだが。それがあいにくと不在でね。朝の早いうちから門外に出たみたいだ。何やら調べたいものがある、ついでにおいしいものも食べてきますってことづてだけ残してさ。ほう、うまいものか。セイバー。私は何も言っていないぞ。ともあれ、そういうわけで武蔵ちゃんはいないんだ。ごめんよ。任せよ、タカオ。もののけか定かではないが、すぐに突き止める。ああ、そいつは助かるよ。そうさね、まずはカムロが消えたっていうお棚に話でも聞くといい。ここ三浦屋の裏にある店だよ。今時なら店先にやり手ババが立ってるはずさ。高尾太夫の口利きだって言えば無下にはされないよ。受けたまわった。では俺たちはこれで。はあ、吉原を守る、そのために義に参加したってのに、どうしてこういうことばっかり降りかかるのかね。悪くない心地だ。うむ、悪くない心地だ。太夫の行っていた店へ向かう。三浦屋の裏だったか。受けたまわった。この前とんでもなくでかい鳥を見たんだ。野脇でどっかの小屋が吹っ飛んだのかと思ったぜ。小屋だ？吹きやがって。どうせ鳥の群れを見間違えたんだろうさ。木の下起こし見るたびにあの子を思い出すの。好きだったなって。そうね、帰ってきたら食べさせてやりましょう。
口いっぱいに頬張って喜んでくれるよ。昨夜会った馴染みの女、塞ぎ込んでてよ。可愛がってたカムロが消えちまったんだと。また神隠しか。街が暗くなりそうでいけねえや。早く無事に見つかるといいんだが。さっきいい男がいたんだけどさ、あんまり怖い顔してるもんだから声かけそびれて。鳥がどうこう言ってた人のこと、見ない顔だったわね。ここが九段の店か。なんだい、ここは釣り込み宿じゃないよ。女連れなら他当たっておくれ。いや、このお店のカムロについて話を聞きたい。ん？まさか探りを入れようってのか。うちにやましいところは何もないよ。さ、帰った帰った。おお、どいたどいた、そこを開けな。ま、なんだ。よー、ばあさん、今日も遊びに来てやったぜ。ほら、さっさと案内しな。また来やがったね、疫病神め。二度とうちの敷居はまたがせないよ。帰んな。なんだその言い草は。それが大金持ってきた客に対する態度かよ。いや、もう客じゃないよ、あんたは。散々酔って暴れて、うちの子が何人怪我したと。いちいち覚えちゃいねえよ。ガタガタ抜かすならもう一暴れしてやろうか。よし、その喧嘩俺たちが買おう。あんた何を。あ、やるのだな、よりよかろう。殺すなよ。てめえら用心棒か。ぶちのめして店に乗り込んでやれ。女と遊ぶ前にちょいとひねってやろうぜ。さあ、どっからでもかかってこいや。よくぞ吠えた。そう来なくては。セイバー、すぐに行く。はあ、分かった。もうあの店には近づかねえ。勘弁してくれ。もう張り合いのない。片付いたな。改めてやり手に話を聞くぞ。終わったぞ。やつはもう二度とこの店には近づくまい。へえ、あんたらただ者じゃないみたいだね。いや、ただの浪人だ。三浦屋は高尾太夫の口利きで来た。三浦屋、高尾太夫だって。あんなお棚の太夫がうちに何の御用で。先ほど言った通り、いなくなったカムロについて。この店のカムロだと聞いたが、司祭を知りたい。太夫も気にかけている。高尾太夫ってのは何かい。こんな店のことまで気遣うお人かい。そうかい、そうかい。
そういうことなら何でも話しますとも。ほう、気配がくるりと変わる。すごいな、高尾は。ああ、てきめんだ。だけど、少し今は具合が悪くてですね。大門のところに人をやらなきゃいけないんです。届ける必要のある文があって、あの客を何とかしたら私が、と思ってたんですが。セイバー、悪いが、頼めるか。私がか？やむなしか。ならば私は手紙を届け三浦屋に戻ろう。伊織は鹿と話を聞いておけ。私の分までな。助かる。三浦屋で合流しよう。そうと決まれば。ほれ、これが文ですよ。話は人を呼んでくるから待ってておくなさい。こっちがいなくなったカムロのついてた子です。詳しい話はこの子から聞いてくださいな。お侍様、あつき、何を話せば。わらべやカムロの神隠しについて分かる限り司祭を聞かせてくれ。はい、あれはおとついのことでありした。朝起きてみたらカムロの部屋がもぬけの殻で、寝る時には確かにおりした。それが三人とも消えうせたみたいに。三人一度に誰にも気づかれずに消えた。妙な話だな。そうなんですよ。店の誰も。それだけじゃない。ここは吉原です。四番もいるし、門だって人が見張ってるんだ。カムロたちが自分で姿を隠すなんてできるはずがありんせん。なのにどうして。まさに神隠しか。他に何か気づいたことは。なんだ、心当たりがあるならいいな。関わりがあるかは分かりんせん。けんどカムロを探していた時に妙な男を見して、お侍様でも商人様でもない、奇てれつな鎧のようなものを着ておりした。鎧？あの鋭い目の男かい。確かに妙だったね。何かを探してるみたいだけど、ずっとだんまりで。なるほど。いずれかの英霊か。今の江戸にはありえぬ話ではないが、まずは三浦屋へ戻る。セイバーとも合流せねばならん。文まで届けてくれて助かりました。お侍様、どうかカムロたちを。お侍様、どうかカムロたちを見つけ出してくださすか。お前は。何のよしあって吉原に。吉原が太夫の本拠と知ってのことか。蘭さんはどこへ。正直に話すバカがどこにいる。そういうお前は真っ昼間から狂わがよいか。いいご身分だな。
宮本伊織。お前がどこで遊び歩いてようがどうだっていいが、俺の視界に入ったならば話は別だ。今ここで消してやるよ。来い、宮本伊織。受けて立つほかなしか。知恵門、覚悟。それはこっちのセリフだぜ、クソが。見えている。くてめえ。見えている。危険。ツバメ返し。いいえ、今はこれまでです、マスター。ランサー、やはり来ていたか。矛を収めてください、マスター。注目を集めかねません。チッ。それより何か分かったんだろうな。はい、異変の発生間違いないものかと。やはり幼子が。ただ痕跡はかすかで、その正体までは。そうか、なら次で手早く済ませるぞ。待て、知恵門。もしやお前たち、わらべが姿を消した剣を探っているのか。セイバーのマスター、あなたも知っているのですね。実はこの吉原で。やめろ、奴に話すことは何もねえ。もう行くぞ、ランサー。イオリ、セイバー、フミは届け終えたか。うむ、バビューンと届けてきたと思う。それで君の方は、ランサーらとまみえたのか。よく無事だったな。ああ、すぐに去っていった。ランサーの口ぶりから察するに、奴らも神隠しの一件を追っているようだ。うん、知恵門らが消えたわらべの調査を。なぜだ。わからん、まだな。とはいえ。うむ、救いの手は誰でも構わん。わらべが戻ってくるならばそれでよしだ。だがカヤの一件もある。奴らにさほどの信は置けぬ。ここはやはり私たちが。なんだ。あなた、お侍様よね。助けてちょうだい。どうした。妙な男がもののけを操って子供たちを襲っているの。よりこれは。どちらだ、教えてくれ。うちの外れの方よ。お願い、急いで。任せよ、とく向かうぞ、イオリ。ガキをかどわかそうとしてるだと。
はい、分かった。隙を見せたら畳みかけろ。見切れまい。悲鳴が聞こえたけど、何があったんだい？いたぞ！この魔力は、エレン？貴殿、何者だ？追うそぶりはないか？わらべへの害意が薄いのか、さらう気を伺っているのか。鳥の怪異を見なかったか？鳥？いや、覚えはないな。なんとも逃げ足の速いやつだ。そうだな。どうした、ヨリ？いや、鳥の怪異についてな。そういうものを江戸で見たことはないはずだ。ふむ、鳥か。当世では蛇、鬼、炎、そのあたりの怪異は切ったが、鳥はない。出入りの厳しい吉原から消えたわらべ、鳥の怪異ならば人知れずさらえるか。あり得る話ではある。しかし、あの新たな英霊、わらべへの興味はないようだったが、正体も目的もわからん。ふーん、これは何かが始まっているな。これは勘だが、おそらく私たちは出遅れてしまっているぞ、ヨリ。ひとまずはだ。太夫に事の顛末を知らせに戻る。太夫の得た新たな情報はなしか。師匠が戻るのを待つほかないな。そのようだな。今日のところは浅草へ戻ろう。すっかり日が暮れてしまったな。長屋へ戻って夕げとするぞ。ワクワク。わかったわかった。戻り次第すぐに飯を炊く。ややこや、ややこ。
セイバー、今の声。ああ、確かに聞いたぞ。より、聞こえているのは我らのみか。ややこ、ややこや。まただ、俺たちを誘っているのか。もしくは我らをあざけっているかだ。いずれにせよ見過ごしてはおけぬ。声の主を探し当てるぞ、より。ああ、追うぞ。いや、追わねばならん。ん？俺は今、なぜ？いおり、どうした？とく行くぞ。響きだな。温かさの中に物悲しさが混ざる。ややこ、ややこや。見つけた。奴が声の主に違いあるまい。姿が消えたか。ややこや、ややこ。声はなおも聞こえている。どこかへ誘っているのか。いかにも化粧のやりそうなことだ。誘いに乗れば食われかねんぞ、より。だが他に手立てもない。行こう。声のもとに幼子がいればよいが。悪くない心地だ。うわ、また消えた。気まぐれだな。人のなりこそしているが、あれは化粧の類だ。気を抜くなよ、より。ああ、セイバー。やられた、より。おそらく奴は霊脈を。今度は何だ。これは鳥の貝。来るぞ。ところだが、やはり幾分か魔力が現じてはいるな。対して
奴は奪った魔力を得ていよう。見くびれば痛い目を見るぞ、より。随分と硬い。こちらの刃がまるで通らん。魔力の鎧だ。奴め、浅草の霊脈の魔力をまとっているぞ。対して、こちらは魔力を禁じたまま。より。雑魚を呼び寄せたか。面倒な。退路を断たれる前に道を開くぞ。鳥の怪異は一旦放って群れを叩く。良い判断だ、より。やろう。ゴーハラだが仕方ない。今は雑魚を切り払うまでだ。鳥の怪異の守りは固い。ここで相手取るのは。そこだ。傷が見えるのか。雑魚は残らず片付けたぞ。ようやく36系だな、より。なあ、逃げるに死活だ。さて、これは。逃げたか。追いますか、主。いや、これ以上は徒労だろう。ここは助力を。ライダー、どう、貴様は。よく似ている。気配のそれも瓜二つとくれば、もしや小説なのか。伊織殿、なぜ浅草に。いや、そうではないな、すまん。そうではなく、なんだ。今は気球の時、私の話を聞いてほしい。なあ。待て待て、なぜ二人ともそう平然としている。二人とも神秘薄き統制のものであろうに、サーヴァントである私より平然とするな。何か。セイバー。おう。ではない。もうその姿はなんだ、ユイ。すっかり愛らしくも痛い気のわらべではないか。褒めているようです、マルジ。そうなのか。違う、はないが。違う。その身は何故返事だと聞いている。あれか、落ち水の類でも煽ったか。その説明のためにも、まずは話をさせてほしい、セイバー。気持ちはわかるが、今は抑えろ、セイバー。セイバー、セイバーと仲良く口を揃えおって。知らぬ、ぽい。では端的に伝えよう。このままでは間もなく江戸は滅びる。
それで用向きは何だ。正面切って戦いを挑みに来たといった様子には見えんが。いずれはそれも辞さず。だけれどまだその時ではないでしょう。今日はただ近くに用事があったまでのこと。ついでに赤坂でご飯でもと。ちまきにマント、月餅、ラオチュ、ここなら美味しい大陸料理が味わえますので。そうかそうか、確かにそうかもしれんな。うちを主郎と勘違いしていないか、お前。ところで、バーサーカー、赤坂まで出張ってくる用事とは。近頃吉原で相次ぐ幼子の神隠し、あなたたちも噂くらいは聞いているかしら。よもや他の町でも同じことがと、あちこち様子を見て回ってるってわけ。なあ、その件か。手の者から報告は受けている。今のところ赤坂の町は至って平穏だ。神隠しの噂なども立ってはいない。強いて騒ぎといえばそうさな。昨日町の外れに強い魔力を感じたのだが、その程度英月の儀においては別段珍しいことでもあるまい。確かにそれはそうね。はぐれの英霊や怪異って線もあるかもですし、手がかりなしか。臭いと思ったんだけど。この感覚。アーチャー、大事はないか。万全とは言えんがな。おそらく何者かが霊脈の支配を強奪したのだろう。霊脈の支配。なるほど、だから私は無事ってわけ。誰の仕業かは気になるところだけれど、最悪のタイミングでお客人のようね。あの男、なんとも堅穏な雰囲気だ。話の通じる相手ではないと見た。まさか飯代の前払いだと思って手を貸してくれ。言われなくとも、何やら新たな強者、新たな英霊の参戦と見た。これは何とも血がたぎるというものです。和子様はどこだ。和子、何の話だ。答えぬか。ならば力ずくで答えを引き出すとしよう。魔力が足りんな。霊脈の支配を奪われたせいだろう。こうなれば自前で賄うしかないか。魔力を回す、好きに使え。悪いなマスター。よし、これならばいけそうだ。見せてやろう、焼き払え。早く、鋭く、殺気満点。よく見ておけ。見切った。そこだ。きらめいた。そこだ。真っ向勝負。この一撃で。早く、鋭く、逃がさん。
の一撃でどけ。外周囲のショック。水の風。かかったな。孫悟の異様思い知れ。突撃河川怪人と風。へえ、いずこの御坊に並びかねないやりさらし。クラスはランサーと見たがいかん。ライダーという線もあるな。ギリン、我らと同郷の英雄か。試してみる。そして我が私は知る彼よりもいささか分かるが、やはり心当たりがあるようだな。アジカ、私の推測が当たっているなら、彼はそうやすやすと暮らせるような相手だ。どうにかして誤解を解きたいところだ。何と呼びかけたものか。よし、こんな感じ。妖怪だ。渦巻く炎で死に耐えよ。突撃河川外観を上げよ。逃がさん。早く鋭く。ここで引くつもりはみじんもないと見た。上等。ええ、そちらがそのつもりなら私も。とことんやり合いましょう。その上で私が勝つ。待ってくれ、まさか。ここは私に任せてもらいたい。ライダー、今一度問う。貴殿は何故我らに刃を向ける。語るまでもない。おとなしく和子様を差し出せばよし。差し出さぬのなら力ずくで取り戻すまで。知らぬと言っても聞く耳は持たんか。ならば聞き方を変えるとしよう。諸葛孔明の懐刀と称えられた貴殿が何故冷静さを失し戦いに溺れている。ライダー、いや趙雲殿。趙雲？あの趙紫龍か。他でもない、定山の趙紫龍だ。問答無用で襲ってくるとは驚いたがな。アーチャー、貴殿は。いや、しかしならば何故和子様。今度は怪異か。でもいいわ、結構切りごたえがありそう。アーチャー、ライダー、積もる話もあるのだろうが後にしてくれ。この状況を打開しなければ話も何もないからな。その様子を見るに、そちらも巻き込まれた立場か。ライダー、分からぬことばかりだが、確かに今は怪異を払うのが先決。この趙紫龍、今は貴殿らの道を開くため槍を振るうとしよう。
次にすべきは、あいにくと怪異を憐れむ心は持っていないので、止めて薙ぎ払うのみよ。超資料味方につけて、それ以上に心強い将はいないな。まったく凄まじいわけだから、劉備や諸葛亮が頼みと頼むをうなずける。落ち着いたらもう一回と言ってみたけど、今はそれどころじゃなさそうね。よっ、お苦労さだ。では行くぞ。どこから入り込んだ。人間に引き寄せられて霊脈から湧き入れているのか。考えるのは後、まずは目の前の敵を片付けましょう。奥の手だ。これで決める。真っ向勝負。してみるか。これで決める。新手は湧いてこないみたいね。どうにかしのぎきったってところかしら。いや、気を緩めるにはまだ早い。先の地揺れも怪異の出現も霊脈の異変に起因するものだとすると、赤坂だけの話では済むまい。太夫は大丈夫だろうけど、伊織君たちはちょっと心配ね。それなりに霊脈も抑えていたはずだし、丸ごと奪われたとなれば苦労してるかも。屋敷に戻り、伊織たちに連絡を取る。お前も依存はないな、アーチャー。ああ、それにこちらの状況も伝えておきたいからな。そういうわけだ、ライダー。悪いが貴殿も共に来てくれ。私も。支配を奪われた霊脈、江戸を襲う怪異、吉原で相次いでいるというわらべの神隠し、そして貴殿が血眼で探す和子、全てがつながっているかもしれんと考えるのも不思議なことではないだろう。こたびの一件、貴殿は何かを知っている。いや、それどころか根幹に関わっている。違うか。愛も変わらず、貴殿は鋭い。分かった、同行しよう。それから先の無礼を詫びる。私としたことが、焦るがあまり判断を誤った。貴殿らを襲った理由も含めて全てを話そう。赤坂の状況は分かった。しかし、うん、しかしだぞ。そこなサーヴァント、何故貴様がテイラの元にいる。なんだ、面識があったのか。まあ、吉原で一言交わした程度だが。先の非礼、どうか許してくれ。誤解を招いても仕方なき振る舞いだった。その上で改めて事情を説明させてもらいたい。私はハグレのライダー、神名を超支流という。超支流。大陸は蜀の武将かの趙雲か。それはまた何とも。ふむ、神名を明かしてみせるのは英月を争うつもりがないと示すためか。しかり、私の目的はただ一つ。鳥の怪異に奪われた赤子、龍禅様の奪還、それのみよ。龍禅、
蜀の劉玄徳が一子、三国志演義に言う後か、赤子として召喚され奪われたと。しかり英霊としてはいささか足らぬ、英雄としての逸話を持たぬ姿にて限界なされた。そういうことがあるのか。ありえないとは言えん。英霊の召喚はそれ自体が空前の事象だ。ただある程度の推測は叶うだろう。趙紫龍、貴殿だ。趙紫龍の伝説に後の存在は欠かせない。趙範派の一騎掛けはあまりにも有名だ。英霊趙紫龍の限界に際して強力な縁が英月に揺さぶりをかけたとすれば、英月による召喚の連鎖か。ああ、はぐれのサーバントたちのように想定外の召喚が発生したのかもしれん。和子様の限界を悟った折、私はすぐにお迎えに上がるつもりだった。しかし赤坂で九段の会に道を阻まれ、それきりあの方の気配は失せた。それから怪異の気配や噂を追って江戸の各地を奔走したのだが。なるほど、吉原で出くわしたのはその最中か。だからこそ始まりの場所たる赤坂にいたサーヴァント、つまりは私たちを怪しみ刃を向けたというわけだな。その通りだ。申し開きの余地もない。ところで伊織殿と言ったか、そちらは怪異の姿を見たのだな。ああ、先刻浅草で戦った。いずこかへ飛び去ってしまったが、奴は江戸中の霊脈を制し、それを通じて各地に怪異を表している。まさしく神出鬼没、そうたやすくは捉えられまい。ねえ、ずっと気になっていたんだけれど、もしかしてその子。ライダーのマスター由井正雪だ。ゆえあってかような姿となっているが。やっぱりそうね、正雪ちゃん。ちゃん、ちゃん、でもちょっと可愛すぎる。さすがに反則ってものじゃないかしら。照れちゃって可愛いわ。テイさん、私は浅草に用事ができました。今すぐメデに行ってもいいかしら。いいわよね。よくない。ダメだ、落ち着け。頼むから。しかし音に聞こえた由井正雪、俺より年笠という話さえ耳にしていたが、それがいかなる良しあってうちのせがれとそう変わらんわらべの姿に。おそらく奴は支配した霊脈を通じて私の身に何らかの術を施したのだ。このまま奴が各地で好き勝手に動き回れば、多くの人々が同様の目に遭おう。新たな怪異も湧き続け、命を奪われる者も出る。やがては霊脈、霊地の全てが奪われて江戸が滅びるか。しかり事態は急を要する。本来我らは死闘を演じるべき間柄だが、どうか力を貸してほしい。共に鳥の怪異を追ってもらいたい。へえ、一時停戦、それから一時共闘の申し出ってわけね。太夫に伺いを立ててもきっと首を縦に振るでしょう。さあどうする、伊織君。申し出を受ける。ここは力を合わせるが得策でしょう。
そう。俺も同じ意見だ。霊脈を支配されたままでは義は立ち行かん。英月の器は霊脈の魔力を持って起動するものだ。故に今は異変への対処が急務と考える。ああいいな、セイバー。うむ、元よりかの会長を逃がすつもりはないぞ。英霊三騎の助力、願ってもない話だ。だが会を追うと言ってもいかにして。そこは一つ当てがある。横須賀に向かいたい。横須賀？ふむ、彼女はアサシンらの本拠であろう。アサシンのマスタードロテア・コイエットと対話を試みる。あえての横須賀か。わかった。では俺たちは横須賀を目指しつつ江戸の南方を見て回るか。であれば俺たちは紫龍殿らと共に江戸の北側を回ってみよう。助力に感謝する。これでようやく光明が見えた。江戸の北側とは言ったものの、まずは伊豆子に足を向けるべきか。鳥の怪異の行動について何か気づいたことはないか、ライダー。例えば奴が好むもの、嫌うもの、動きの癖や現れる場所の傾向、何でも構わん。気づいたことか。奴が現れるのは決まって霊地と名高い土地だ。それだけは断言できるのだが、いつどの霊地に現れるかは読めん。霊地、江戸北側の霊地というと轟や小石川、上のあたりか。その中だったら、上のかしら。ついでに周りの様子も見てくるってことで。上のか。よしを訪ねても。神田に拠点を置く小説ちゃんがああなったなら、近くの霊地はすでに制圧されたものと見ます。もちろんとどまってるとは限らないのですが、どうかしら。俺も同じ考えだ。どの道他に手がかりもないからな。私もと言いたいところだが、マスター、その前に一つ確認しておく。霊脈は今なお敵の手中にある。魔術回路に不調や異常はないか。魔力の消費量はいささか多いようだが、少し楽ができなくなった程度だ。問題ない。しかし敵も去るもの、真っ先に霊脈を抑えてくるだなんて霊脈の魔力に頼っていた陣営ほど痛い目を見ているだろうよ。何にしても手をこまねいてはいられん。急ぎ出立するとしよう。超紫龍に背中を預けて戦うか。英月の義とは本当に数奇なものだ。ああ、今の我らを孔明殿が見たら、いや、あの方はさして驚かぬだろうな。それより驚くといえば貴殿のクラスだ。まさか河川を操るアーチャーとは。私と同じライダーならばまだわかるが、私自身驚いているとも。生前は弓取りでも何でもなかったのでな。そういう貴殿こそ私の知る超紫龍とは少しばかり雰囲気が違って見える。伝説と化した英霊の過去は時に思いや願いを受け止めることもある。我が霊気も貴殿の放つ穂村の矢もそうした影響を受けてのことだろう。思い、願いか。なるほど、腑に落ちる話だ。ともあれ頼りにさせてもらう。貴殿の力は私がよく知っているのでな。
その言葉そのまま返すとしよう。